ラートの印象っていうと、私中学校の時にギターを始めたんですけど、初めて買ったギターがスタートキャスターだったので、なんかそういう意味では個人的にもすごく思い入れがあります。私の持ってる印象と、まあ、あと今日弾いてみてなんですけど、本当にいろんなサウンドにすごくマッチしやすいというか、私ボーカルなので、なんかボーカル目線で言うと、あのどんな声色でもすごく合いやすいので、なんか最初に手に取るギターとしてはすごく入りやすいかなっていうのをすごく思いました、改めて。普段私ライブでは使わないんですけど、レコーディングではよく使うことがあって、でこれすごく面白いなって思ったのが、この4つ目のピックアップ、一番こちらのピックアップにすると、もう全然いい意味でその今までのテレキャスターらしさみたいなところから一つ頭が抜けた音がするというか、結構個性的なジャリーンって音が一番魅力だとは思うんですけど、それでちょっと自分のやりたい音楽とは合わないかなって思って、手に取れないような人でもまた一つ新しい音色があることで手に取りやすいかなってすごく思いました。さっき説明もしていただいたんですけど、ここのカットが入ってることで、なんかジャンプしたりとかしながら歌ってもここにあざができないかなとすごく思いました。あとは私が今までレコーディングとかで触ってきたテレキャスって結構こうネックが太かったりとかするものが多かったんですけど、今回すごく弾きやすくて、私6弦を親指で押さえてコードを弾くことが多いんですけど、ネックが細いとそういう分数コードとかもすごく弾きやすくなるので、コードの幅も広がるんじゃないかなと思いました。ジャズマスター私あんまり弾いたことがなくて、本当に思想程度だったんですけど、っていうのもなんか癖があるというか、どうやって扱えばいいのかが分からなくて、自信がなくて、なかなか手に取るきっかけがなかったんですけど、これなんかもうここの簡単な操作でいろんな音色がすごく楽しめたので、一番こういろんな個性を一本で感じられて楽しい一本でした、はい、あとはなんだろうな、分離がすごくいいっていうか、一弦一弦がすごく綺麗になるので、なんかアルペジオとかをすごくこう使う奏法の個性のある方とかそういうバンドの方とかだったら、すごく綺麗にバンドの他の音に埋もれずにちゃんと切れてくるんじゃないかなって思いました。3本通してすごく弾きやすいなって思ったのが、まあその作りっていう、そのネックの細さというか、もう太すぎず、こう女子の手の大きさでもこう握りやすい太さだったりとか、あとは本当に音が扱いやすい、なんかスイッチ一つで全然変わって、でも大体多分今日は私いろいろいじってますけど、真ん中にすればメモリを全部いい音が鳴るんじゃないかなってすごく思いました。でも本当3本それぞれ個性があって、これハイブリッドというふうに名乗っているじゃないですか、本当にその通りで、なんか今まで築かれてきたそのフェンダーの歴史のこのいい音で、みんなが好きなこのヴィンテージの感じと、これからの先の未来のなんかきらびやかな音みたいなのが、温かさとそういうキラキラっていうのがすごく融合された3本だったなと思います。プレベを弾いてみて、まあ、多分皆さん感じると思うんですけど、とにかくネックが細くてかなり弾きやすいなと感じました。私もヴィンテージのプレベを持ってるんですけど、結構もっとごつくて弾きにくい感じなので、多分初めてベースを触る方とかでもかなり弾きやすいと思います。あとプレベは結構もう音を出すのがとにかく気持ちいいという印象が私の中であって、もうなんか一昨年に新しくヴィンテージのベース買ったんですけど、プレベをライブで初めて弾いた時に、もう後ろから鳴ってる音が気持ちよすぎて、もうめちゃくちゃ嬉しくなっちゃって、もうそれぐらいプレイヤーの情熱を音に乗せてくれる楽器だなって思ってます。プレベって結構不器用っていうか、なんか愚直なイメージがあるんですけど、もうまさにそんな感じで、
もうピックで思いっきり歪ませて弾くとめちゃくちゃ気持ちいいので、ぜひそれを皆さんにも体感してほしいです。ジャズベースを弾いてみてなんですけど、やっぱりもう抜群の安定感があるなって思いました。多分本当にどんな音楽でも対応できると思うし、きっとなんかこのつまみとかもいろいろいじったりしたらかなり幅広い音が作れるので、一本持っておけば間違いない楽器だなって思います。さっきのプレベもそうなんですけど、弾きやすいなって思ったのと、あとハイフレットとかもかなり状態がいいというか安定してるので、この高いところとかも弾きやすいのがかなり特徴だなって思います。2本弾いてみてなんですけど、とにかく2本ともそれぞれの、もうジャズベとプレベって全く別のものだと思うんですけど、キャラクター性みたいなのがはっきり出てるんですけど、それでもすごくバランスが良くて、かなりいろんな音楽に対応できるなって思ったんで、まあどっちを選ぶかきっと皆さん迷うと思うんですけど、もうそれぞれのキャラクターをぜひ弾いてみて感じてみてほしいなって思います。